にゃーん。無事につけたね。骨格、筋肉、どこも異常なしだ。ちょっとピリピリするね。世界観移動はどうしてもな。 2,3 分のタイムラグでこっちに出られただけマシということさ。しかし蒸し暑くてかなわないな。いいなあ。話には聞いてたが、この東京はキラキラして豊かそうだ。きっと本物のアイスクリームを三段重ねにして食べられるぞ。わーい、嬉しいな、嬉しいな。でも、まずはお仕事が先だね。仕事の後はティータイムってのが理想だな。さあ出てこいよ。覗き見は趣味が悪いぜ、セプテントリオン将軍。モードですか。よりにもよってこの俺たち相手に持ち出してくるとは、いい趣向だぜ。さあ来い、戦い方を教育してやる。世界移動隊2名を目視で確認、包囲しました。アルファの義勇社員か。残党め、証拠りもなくよくも出てきたものだ。状況を B から A にシフト。装備管制解除。シフト A 了解。装備管制解除。私は後方指揮者から指揮を取る。状況開始。状況開始。眠い、ひもじい、疲れた。そう、猫探しに2時間、値切り交渉に付き合って4時間ってのは計算が合わんだろう。どう考えたって。とはいえ、あの親父から金をもらわなかったら明日には電気が止まっちまうからな。せめて先月分だけでも入金しないと。ま、いい。今日はせいぜい豪勢にやるとしよう。金はとにかく入ったんだ。ん？あれは。
畜生。どうしてこう金にならんトラブルばかり起きるんだ。とはいえ、多勢に無勢だな、ありゃ。いや、そこまででかくはないか。2メートル50センチってとこだな。加勢させてもらうぜ。助かる。俺の名前はコロエ高行、人呼んでバラの騎士ローゼンキャバリエだ。ヒューガ源之丞、探偵だ。ただの探偵じゃない。悪をぶっ飛ばす青年探偵ってやつさ。あんた恥ずかしくないのか？でもかっこいいですね。わかりました。助太刀感謝します。
人増えた程度で何ほどのものか。撃て、撃ちまくれ。これでどうだ。うわ、どんな立派な鎧か知らんがな、前から飛んでくるものが鉛玉ばっかりとは思わない方がいい。雷神か、懐かしい技を使うな。あんたの刀ほどじゃないつもりだが。刀じゃない、剣霊だ。それは武器であって武器でないもの。人の心の内から出て闇が猿を告げる一陣の音色。バカな、この弾幕をすり抜けて。ただの人間が。ま、世の中には資格ってものがあってね、そこを伝って移動すれば触診しかない鉛玉なんぞはどうとでもなるのさ。おい、話してる場合か。えい、来球が間に合わん。悪いな、オーデスがどうやって人間の資格をつくかはよく知ってるのさ。昔はオードレスのオペレーターなんてヤクザの商売もやってたもんでね。それにしてもあの戦争でいくら役に立ったとはいえ、他の世界にまで輸出かよ。愛のない話だね。ヒヤヒヤさせてくれるぜ。しかし数が多すぎるな。何人倒したかもうわからんぞ。そうだが、そろそろ相手がしびれを切らして状況を動かします。そうしたら逃げましょう。それまでは一緒に頑張りましょうね、探偵さん。嬉しいことを言ってくれるな。小さな女の子の依頼を受けるのは探偵の神聖な義務だ。目にもの見せてやるぞ、悪党。同感だ、行くぜ。どうした、制圧はまだか。押されています。予想外の増援が加わりました。ヒューが元の城か、確かに手ごわいな。ついてはアーカイブコンテナのあれの使用許可をお願いします。スーパーコートですか。このままでは押し切られます。いいだろう、開発部が実践データを欲しがっていたからな。直教支援にはサービスも良すぎる話だな。感謝します。よし、スーパーコートレスデッキアップ。使うからには成果を見せろよ。
なんだ。おい、冗談がきついぜ。あんまり面白い冗談じゃないな。子供の頃こんなアニメを見た。奇遇だな。ダチに好きなのがいて、だいぶいろいろ見たもんだよ。正義のロボットに生身で追い回されるやつは悪党と相場が決まってる。悪のロボットを倒すために正義の味方が飛んでくるって展開は望みが薄そうだな。配役の変更を要求したいが、監督が見当たらないな。しかし、黙ってやられるのは趣味じゃ。まったくだ。ただで殺されてやるわけにはいかないな。そんな将軍だな、あんた。お互いに。こら。なんだ。まだ終わってません。死んだ気になっちゃめえです。おい、危ないぞ。前を見て戦う人がいる限り終わったなどと言わせません。願うもの、夜闇に耐えて光を望むもの。聞こえますか？聞こえるなら力を貸しなさい。にゃん。ごめんなさい。でもどうか正義最後の戦いのため私に力を。来るぞ。にゃおあの光は精霊義運の輝きだ。あなたの名前。
き猫 V3。やるねえ、あのお嬢ちゃん。高行、正面は任せた。俺はこの子をフォローする。よし、それなら遠慮なく暴れられるってもんだな。おう、当てにしてくれ。ローゼンキャバリエ、参る。さて、悪いがお嬢ちゃんには指一本触れさせんぞ。覚悟するんだな。うわぁ！相手になるかよ。どうして？ん？なんだ？探偵さんは私を守ってくれるのですか？昔、守れなかったのさ。え？そんな瞳をした娘だった。世界のすべてを透き通して見えるような、そんな瞳をしていた。ほんの少しそばを離れたその時に、あいつはこの世からいなくなった。もう二度と戻らない。理由はそれだけさ。辛いことを聞いてごめんなさい。良い人だったと探偵さんの心が微笑んでいるのがわかります。そうだな、思いは俺の太陽だった。危ない。人殺しの技術で狼を殺せると思うな。
まり玉だったんでな、致命傷にはならん。グレーター招き猫 V3、 2つの風車の名のもとに戦う勇者を守るのです。うにゃつもりが守られちまった。あの狙撃に気づかなければやられていました。そう言ってもらえると助かる。逐次投入というのは司令官の無能を示すことだな。決断をためらって回覧を招くは愚者だな。ディバスデーターを使おう。了解。座標軸、時点軸合わせ、よし。てぇ！やったか。爆炎が晴れます。こりゃひどい。感想はいい。具体的報告を簡潔にしたまえ。3体の死体を確認、個別検証は不可能です。上出来だ。負傷者を収容して撤収しろ。了解。偽装工作はどうしますか。現地警察にも内通者はいるだろう。了解。状況終了。ご苦労だったアルファの義勇社員というが簡単じゃないか。